君はもうただ私の背を追うだけの人間ではない。ならば死である私は支えなきゃ。君の歩みを行く道を。順序が間違っていたこと、誠に申し訳ございません。私は伊豆少年が私の後継にふさわしいと、すなわち平和の象徴になるべき人間だと思っております。ちょっとやめてください。何なんですか。平和の象徴だった者としての謝罪です。彼の憧れに甘え教育を怠ってきたこと謝罪いたします。そして遊泳教師としての懇願です。確かに私の道は血生臭いものでした。だからこそ彼に同じ道を歩ませぬよう横に立ち共に歩んでいきたいと考えております。オールマイト超かっこいいヒーローさ、僕もなれるかな。今の遊泳に不安を抱かれるのは仕方のないことです。しかし遊泳ヒーローたちもこのままではいけないと変わろうとしています。どうか今のではなく、これからの遊泳に目を向けていただけないでしょうか。伊豆少年に私の全てを注がせてはもらえないでしょうか。この命に変えても守り育てます。お母さん。やっぱり嫌です。だってあなたは伊豆くの生きがいなんです。遊泳が嫌いなわけじゃないんです。私、伊豆くに幸せになってほしいだけなんです。だから命に変えないで、ちゃんと生きて守り育ててください。それを約束してくださるのなら私も折れましょう。お母さん。約束します。